速報、宮迫博之、5年ぶりの地上波復帰。大物 YOUTUBER がテレビ界に復活。地上波復帰を決断した理由とは、お笑い芸人の宮迫博之さんが、5年ぶりに地上波に復帰することを自身の公式 YouTube チャンネルで報告しました。宮迫さんは2019年6月に闇営業問題で芸能活動を自粛し、翌月7月に吉本興業との契約が解消されました。その後、2020年1月から YOUTUBER として活動を開始し、テレビ復帰がないまま2021年8月にコンビ解散となりました。動画内で宮迫さんは5年ぶりの地上波復帰決定と喜びを報告。6月3日に放送される千葉テレビのローカル番組、匠の教室に出演することを明かしました。また、YouTube での活動中にもローカル局からのオファーはあったものの、大人の事情で実現しなかったことを告白しました。久しぶりのテレビ出演について宮迫さんは複雑な気持ちと述べ、見られている層が違うので、違う層の人が見ているというドキドキ感があると現在の心境を語りました。コメント。動画の中で宮迫博之さんは、YouTube での活動を始めてからも、いくつかのローカル局から出演のオファーがあったことを明かしました。しかし、撮影スタッフがミーティングを重ねていくうちに、と語ると、宮迫さんはその後に発生する大人の事情がね、と苦笑しながら話しました。あまり詳しくは言えませんが、告白されたのに振られるようなことが何度もあったんですと、オファーが最終的に実現しなかった状況を述べました。自分が住んでいる地域では視聴できないが、この番組が他の地域に販売されれば、千葉テレビが見られる地域以外の人も視聴できるようになる。しかし、それに興味を持つ人がどれだけいるのかは未知数だ。千葉テレビではアンジャッシュの渡辺も復帰しており、この番組は TVER での視聴も可能だし、他の独立系局でも放送されているため、地上波でも視聴することができる。他の不祥事を起こした人たちとは違って、宮迫さんの番組は圧倒的に見たいと思わない。番組側が出したいと思い、宮迫さん側が出ることを望むなら出てもいいと思う。あとは私が見るか見ないかを判断するだけだ。この復帰を許容するなら、芸能界の危機管理手法に疑問を抱かざるを得ない。需要があるからという理由だけでは問題を解決できない。この方の過去5年間の活動を見て、真摯な反省の跡を感じることができず、むしろ世間を軽蔑しているように思える。芸能界の視聴者を顧客とみなし、適切な対応を期待する。見たくありません。先日、タクシー運転手をしている友人が、この方を乗せた際に、酔っており暴言を吐いたり非常に態度が悪かったと言っていました。やはり、その人のイメージ通りなのだろうと思いました。今の地上波には、別に必要ないと思います。地上波復帰という言葉は聞こえはいいけど、もう君のこと、芸人として見切った人がどれだけ多いか、自覚した方がいいよ。どんな番組か知らないし、見ることもないけど、少なくとも俺は君じゃもう笑えないよ。ただのその辺の YOUTUBER と同じレベルだと思うからね。地上波、BS、CS の中で地上波といえば、千葉テレビは全国ネットではないので、それを地上波復帰というのはどうかと思います。しかも、復帰とは元の位置に戻ることを意味するので、継続して地上波に出続けることを復帰とは言いません。単発の出演で、しかも全国ネットでもないつぼねに出演することを地上波復帰とは言えません。どんな理由があっても、問題があるとされることをやった際に、すぐに潔く謝罪できなかったことはその人の人格を示しています。最後まで待っていてくれたホトちゃんも裏切り、自己中心的な考えで YouTube をやっていたのでしょう。そんな人間はテレビでは見たくありません。でも再起のチャンスは必要だと思うので、彼が変わった姿を見せられるように、頑張ってほしいです。本人にとっては、自分なりに頑張って活動を続けているつもりで当然あるだろうし、そこを否定する意見は持っていないが、今回の地上波出演に関しては、やはり一度ついた印象は払拭できないと感じます。また、YouTube 自体も地上波とは全く異なるタイプの人々とコラボしているのを見て、そちらの方向性でも十分ではないかと個人的に感じます。テレビ業界もネット配信に置き換わる感じが否めない。番組の切り替え時には、コマーシャルなしで次の番組に移ることが当たり前になってしまっている。以前はスポンサーが多く、コマーシャルが鬱陶しかったが、今では YouTube の方がコマーシャルが過剰だ。これからもっと加速するだろう。生き残るために様々な策が講じられるだろうが、すでに勝負はついたように思える。地上波復帰という言葉は聞こえはいいけど、もう君のこと。芸人として見切った人がどれだけ多いか自覚した方がいいよ。どんな番組か知らないし、見ることもないけど、
少なくとも私は君ではもう笑えないと思うよ。ただのその辺の YOUTUBER と同じくらいのレベルだと思うからね。フジモンもそうですが、不祥事を起こしても簡単にテレビ復帰できるのは芸人だけで、テレビ業界は芸人に甘すぎます。もちろん、それはただの不快感を覚えるだけで、私は見ません。私と同じ意見の人も多いと思います。テレビは数字が全てです。宮迫では視聴率は取れないことを、無知なテレビ関係者に教えてあげましょう。この人は自分を高く評価しすぎているようだ。彼が思っているほど周りは彼を必要としていない。例えば、アメトークに彼がいなくても回っているし、むしろ彼がいないおかげで他の芸人が輝いている。ホタルちゃんから三下がり半突きつけられて解散したわけで、長年付き添ったホタルちゃんの判断が全てを物語っている。先日、YOUTUBER のヒカルとコラボした際に、霜降り粗品への過激な挑発動画が拡散されていたけれど、宮迫さんは何歳ですか？いい歳した初老の大人がするような行動や発言ではなかったです。テレビから干されたのは、反社との関わりがきっかけであって、本当の理由は彼のこれまでの態度や行動、言動、その他諸々の性格が原因ではないでしょうか。千葉テレビは吉本とは縁を切るくらいの覚悟なのだろうか。身勝手な自己保身や不義理で追い出されたような人物を起用するつぼねに、今後自社の社員を心よく出演させるだろうか。一時的な数字は出るかもしれないが、将来的な視聴率につながるとは思えない。あまり好きではなかったし、復帰することも特に願ってはいなかったけれど、復帰できるならそれはそれでいいじゃないかと思う。嫌なら見なければいいだけだ。結局、人気商売だから、視聴率が取れなければ、どうせ出てこられなくなるでしょう。番組やスポンサーに苦情を言う必要はないし、再起をかけて頑張るんだろうか。私はどちらかといえばアンチだが、人の努力や再起は応援したいと思う。テレビに映るようになれば、嫌でも見てしまうかもしれないが、そうなるくらい頑張れるなら、頑張ってみてほしい。中途半端で終わらず、雨上がり再結成となれば、それはそれで嬉しいと思う。やっぱり地上波のバラエティには宮迫がいないとね、復帰おめでとう。という人はいるのか。もちろん、不祥事を起こしただけなら復帰の可能性はあるだろうが、義理を欠いてまで YouTube を始めたなら、YouTube だけやっていればいいのに、人間的な器の小ささも露呈しており、自己愛が強すぎて常に主人公でないと落ち着かない性格を見れば、自分の世界だけで生きていけばいい。残念ながら、居場所はないかもしれない。それがテレビだ。松本人志でさえいなくても回っている。YOUTUBER も同じだろうけど、代わりはいるんだよな。オファーがあれば、出るべきだと思いますが、他の出演者との相性が悪い気がします。テレビは、阿吽の呼吸のようなもので、反射神経のような外視が求められますが、出演歴が浅い人や、注目を浴びていない人は、そういう技術を身につけるのは難しいでしょう。宮迫は、浦島太郎のような状態なので、場の空気をつかむのは大変だと感じるかもしれません。